こんにちは、ふうこです。今回ちょっと緊急で撮影しておりまして、編集がいつもより簡素になっておりますが、ご了承いただければ幸いです。今回ちょっと日本高配当株の話題なんですけれども、兼松エレクトロニクスっていう会社が上場廃止ということで、私は兼松エレクトロニクスっていう会社をもともと買っていましたし、皆さんにもポートフォリオ公開みたいな感じで兼松エレクトロニクス持ってますよっていう風に紹介してたんですよ。動画内で言ってたので、私の真似をして兼松エレクトロニクス買ってた方もいらっしゃるんじゃないかなっていうことで、そんな方が迷ってしまわないようにこの動画を撮りました。兼松エレクトロニクスはですね、10月から12月期は去年の同じ時期に比べて 54% 増益ということなので、財務が悪くなって上場廃止っていうわけではないんですよ。じゃあなんで上場廃止になったかっていうと、今回兼松エレクトロニクスの親会社である兼松っていう会社が兼松エレクトロニクスを完全に子会社化して、株式の公開買い付け TOB っていうのをやりますよっていうのを発表したんですよ。でそれに伴ってですね、下期の配当金はもともと80円を予定していたんですけれども、見送る方針、つまり下期は配当金がゼロになるっていうことになっちゃったんですね。なのでですね、兼松エレクトロニクスはもともと東証プライム市場に上場していたんですけれども、上場廃止になる見通しです。これからなるんですよね。で上場廃止になると、証券会社を通して株を買う売るっていうことができなくなります。じゃあどうすればいいのっていうことなんですけど、選択肢はこの3つですね。 TOB に応募する、市場で売却する、そのまま保有するの3つのパターンです。結論から言うと2番目がまあ楽だしいいんじゃないかなっていうことで、私は2番目をやりました。すでに。じゃあこの1番目の TOB に応募するっていうのは何なのかってことなんですけれども、この株式を買い付けしてくれる証券会社っていうのが、今回は三菱 UFJ モルガンスタンレー証券株式会社と au 株コム証券株式会社ということなので、そのどちらかに株を移管して、このどちらかの証券会社から TOB に応募っていうのをすれば、1株当たり6200円で売却してくれるっていうことですね。兼松エレクトロニクスは2023年1月27日までは株価が4700円を上回ったことはないので、6200円で売却してくれるっていうことは結構な利益になる人が多いんじゃないかなと思います。実際のところ私は SBI ネオモバイル証券を通して兼松エレクトロニクスに投資していたわけなんですけれども、そういう人はこの1番の TOB に応募するっていうのをやろうとすると、三菱 UFJ モルガンスタンレー証券株式会社、あるいは au 株コム証券株式会社のどちらかの証券会社で口座開設をして株を移動してっていう風な手間が面倒なので、この丸一番の TOB に応募するっていう選択肢は選べませんでした。じゃあ2番目の市場に売却するっていうことなんですけど、どういうことなのかっていうと、一般的には TOB っていうのがされるとその価格まで株価が上がるんですよ。実際こんな感じで兼松エレクトロニクスの株価を見ると TOB 発表とともに株価が上がってるんですよね。ということで、そのまま売却してしまえば手間が少なくていいですねということなので、私はこの2番のそのまま売却するっていうのを選びました。3番目がそのまま保有するってことですね。そのまま保有すると証券会社の残高から出庫されます。出庫後の手続きっていうのは発行会社によって異なるんですけれども、信託銀行で管理されて金銭交付になる場合が多いです。そういった金銭交付、まあお金もらうってことですね、それが行われた場合、上場が廃止された銘柄、まあ今回で言うと兼松エレクトロニクスが上場株式または未上場株式のどちらとして取り扱われるのかとか、またはどのような経緯で金銭交付が行われたのかなどによって確定申告の内容が異なってくるんですよ。という感じで、まあ、この3番のそのまま保有するっていうのをやるとなんかよくわかんない、難しそうだなって思ったので、私はですね2番の市場でそのまま売却するっていうのを選びました。今回の話をまとめると、兼松エレクトロニクスが上場廃止ですよっていうことで、この3つのうちどれかをしましょうってことですね。私は2番の市場でそのまま売却するっていうのを選びました。私は普段こんな動画も出してますので、気になった方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。今回の動画は以上です。参考になったという方は高評価、チャンネル登録していただけると私のモチベーションになるので嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。